そう、ごめん、メイクしてないんですけど。ナングラをします。皆さん何してますか？今何時だ？今何時ですか？22時28分。テレビ見てたって。ゆかのもテレビ見てた。ご飯食べながら。さっきお仕事終わってご飯食べて今です。そう、久しぶりのショールーム、久しぶりすぎてさ、あの開いた時ログインさせられたんやけど。ログアウトされてたわ。前も配信した時もログアウトされててさ、毎回配信するたびにログインしてる。そう、しばらくね開いてなかったらログアウトされてんの、勝手に。あれな、忘れるよな、パスワードとか。みんなは大丈夫ですか？ログアウトさせられてないですか？顔かわいい。顔ほぼ見えてない。そっか、今あれか、10期生があれしてるんか、ショールーム審査みたいなやつ。10期生の今回のナングラの驚いた審査ってショールームやろ。何も知らんくてオーディション受けたら、えー、受かってもないのにってならない？そんなこと絶対言えんけどな、喧嘩売ってるから。そんなこと。さすがにね、言えないですね。平和に行きましょう。8番の子、ミカナのこと好きって言ってた。嘘、嬉しい。今オンライン話し会と握手会の申し込み受付中なんですが、写メ会の完売ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に
いっぱいに来てくださいね。待ってますね。お、アンドミカのお友達にあげたら会いたいって言ってた。おー、誘ってみてください。写真集いつ出すのって。フォトブックをね2冊出してるのでチェックしてみてください。楽しみでね。楽しみね。完売ありがとうね。本当にサメ会はあれか、大阪だけなのか。っていうかメンバーみんなさ、自分の完売状況どこで見てるん？前もこんな話したな。みんななんで知ってるの？南部が完売ですみたいなやつ言ってるけどね。テトラポーズしたいね。5人目のテトラになりに来てください。あ、自分でログインしてんの？アカウント作るだけ作ればいいってこと？自分で見るには。なんかログインしてくださいってなって見れんくなるからさ、いやアカウント持てないしなーって見れないんですけど。みんな作ってんのか。なるほどね。すごい。なんかさ、性格上そういうのできんくて、なんかさ、まあ絶対に初めて行ったところで絶対ポイントカードとか絶対作らんし、なもう全部何でもゲストで購入しちゃうの、ネットとかも。わかる？作りたくないよね、そういう会員登録みたいなの苦手でさ。ゲストがいいからいっつも行ってるスーパーとかもいっつも行ってんのにポイントカード作らんし。わかる？いやなんかね、めんどくさいとかじゃなくて、警戒心とかでもなくて、私すら名前変えればいいやん。そう、なんかね、なんか自分のなんやろ、なんて言ったらいいんやろ、これなんか約束できない、また次来るという約束ができないし、なんかこれ作るってことはさ、また買いますよ、また行きますよの約束みたいにな感じるのよ。感じちゃって
なんかストレスなんよね、その作る行為が。作ったからああいかんといけんみたいに別に なるわけじゃないけど、そうなりそうみたいな感じというか、なんか、うん、約束できん、だって明日の約束もできんいやできるけど、なんかそんなわからんやん、わからんのにわざわざ作って人の心を動かして一つさ、このようにアカウントをさ誕生させるわけやん、自分のその時の行動で一つアカウントを誕生させて世界を変えるわけやん、世界線を。それがなんかね、申し訳ないっていうか、いや考えすぎとかじゃない、何も考えてないで、逆に感覚、そういう感覚になるっていう、もうゲストでいい自分は。なんかわざわざそこに自分の存在を置いとくのが疲れる、約束できないよってなるし、その世界線を作ってしまうのがめんどくさい、責任取れない。ってわざわざ考えてるわけじゃないよ、そういう感覚になるっていう、今初めてそれを言葉にしたこれ分かる人おらんかな、この感覚ミカのだけなんかな。全然作る時もあるけどあるんかい作ってるところもあるよ、ポイントカードとかアカウントとか。涙袋いつもよく、いやいつもより赤くない、今日この画面で見た感じ あとアカウント作って、なんか作りすぎてわけわからんくなるのがしんどいのもある。ここでは作ってここでは作らんみたいなのがめんどくさい、もう全部作らんでいいってなる。それもあるな。ナングラはちょっと自分で考えます。みんなあれなんかいいのありますお題は10期生のオーディション審査で何でしたっけ、衝撃の審査内容がどうちゃらみたいな。10期生オーディションの最終審査で候補生みんなが驚いた、どんな審査？我こそはありますよって。うまいおぎりを期待させてないみかよし、いやそういうわけじゃないですよ、みんなの方が面白いですよ。今回ランキング3位までのファンの人もなんかもらえあねらしいですね。えこのルーム、この今回ですか、この配信ですか。
この配信がの 1,2,3 位までなんかもらえるっぽいです。みんな頑張ってなんかもらえるっぽいですよ。コオロギ早食い選手権まあなんかね考えときます。ということで終わりますかね。みんな夜遅くにありがとうございました。またね。ただミカナがさ、めちゃくちゃ語った配信になったね。またルームスとかでも配信しますわな。次はログアウトされないうちにショールームできますように。じゃあランキング読まないと。13位、コヌレマンさん。12位、ミオッチ。11位、ミユちゃん。10位、リリちゃん。9位、ヨシモンさん。8位、シキさん。7位、ゴンちゃん。6位、カズノブ。5位、マリちゃん。4位、何これ何て読むんですか、せいやとかせいやとか。3位、エレンちゃん。2位、ポムちゃん。1位、ヒサトさん。お、上位3名の方おめでとうございます。なんかもらえますよ多分。詳しくは知らないですけど、何かがね来るんじゃないでしょうか。お、ルームス入った方が配信多いのでおすすめって。そうですよ、ルームス入ってない方ぜひぜひ。さっきみたいな爆語りを毎回2時間ぐらいしてます。2時間爆語りしてます。ルームスというねファンクラブみたいな個人のあるので、ぜひ爆語りを聞きに来てください。ではお、ルームスたくさんコメント読んでもらいますよ。実質無料。そうですよたくさん読みますよ。またね、ありがとうございます。バイバーイ。